皆さんおはようございます。ようこそ北口農園駐屯地にお越しいただきました。本行事につきましては新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ここ数年中止あるいは縮小しても開催ということが続いておりましたけれども、今年度につきましては皆様にもお越しいただけることとなりました。本日はどうぞお楽しみください。それでは北宇都宮駐屯地開設50周年記念行事にあたりまして、駐屯地全会員を代表して一言ご挨拶を申し上げます。本日ここに栃木県知事福田富太郎様、衆議院議員灘一様、参議院議員高橋克典様、衆議院議員平谷志様をはじめ多くのご臨席を賜り、北宇都宮駐屯地開設50周年記念行事を挙行できますことは、職員一同の喜びとするところであり、心より厚く御礼を申し上げます。さて、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。中国は力による現状変更の試みを推し進め、北朝鮮はかつてない頻度で弾道ミサイルを発射し、ウクライナに侵攻しているロシアは極東地域での軍事活動を活発化させています。国内では自然災害が毎年のように発生し、首都直下地震や南海トラフ地震といった大規模震災の発生も懸念されています。こうした情勢のもと、昨年12月に国家安全保障戦略、国家防衛戦略および防衛力整備計画が策定され、抜本的な防衛力強化の方向性が示されました。北宇都宮駐屯地におきましても、陸上自衛隊の航空拠点として示された方向性の迅速な実現に向け、日々鍛錬してまいります。ここ北宇都宮駐屯地には陸上自衛隊の航空操縦士を養成する航空学校宇都宮校、栃木県、群馬県、長野県、新潟県を担任する第12旅団自衛隊の第12ヘリコプター隊第1航隊、航空機の運航を支える航空方面管制機長隊、第4派遣隊といった部隊が主催しています。航空学校鶴見校はこれまでに2100名を超える航空操縦士を輩出し、卒業生は全国の部隊において活躍しています。第12ヘリコプター隊第1航隊は空中機動能力が強化された第12旅団の中核として、防衛警備のほか各種災害派遣により民生の安定に寄与しています。東部方面管制気象隊第4派遣隊は航空機の運航に必要な気象情報の提供及び航空交通管制業務を行っており、駐屯地発足前の昭和47年1972年12月から50年以上事故管制を継続しています。このほか駐屯地には急速に進化するシステム通信を駆使して駐屯地の機関通信を維持している第317基地通信中隊北宇都宮派遣隊、遠隔な警務業務により切り添いにしている第125地区警務隊北宇都宮連絡班、的確な情報保全業務を行っている東部情報保全隊北宇都宮連絡班が所在し、日々それぞれの任務を遂行しています。我々一同関係機関の皆様と連携しながら、より一層厳しさを増す安全保障環境に対応して、現在から将来に向かう任務を完遂し、地域の皆様の安心安全に力を尽くしていく所存です。皆様から信頼される駐屯地になりますよう、今まで以上に職務に精励いたしますので、ご理解ご協力をお願いします。結びにご来賓の皆様方のご健勝ご多幸と地域のますますのご発展を記念申し上げ、北宇都宮駐屯地開設50周年記念行事にあたってのご挨拶と許します。本日は誠におめでとうございます。続きまして、ご来賓の皆様からご祝辞を賜ります。栃木県知事福田富一様、お願いします。
舞いを申し上げます。陸上自衛隊北宇都宮駐屯地が自ら開設50周年を迎えられました。4年ぶりにこの式典を開催されたということで、地元に住む一人として大変嬉しく思っております。北宇都宮駐屯地におきましては、県内唯一の自衛隊の航空基地である。平素より首都直下地震を含めた大規模災害時における航空機活動の拠点としての十分な機能保持にご尽力をいただいておりますとともに、陸上自衛隊の新人パイロットを多数養成し、全国に輩出するなど、陸上自衛隊の人材育成にも大いに貢献されていることに敬意を表する次第であります。また、隊員の皆様におかれましては、駐屯地に所在するヘリコプターによる県内における林野火災、あるいは東日本大震災の際には、夜遅くに戻り、夜明けとともに被災地に向かう、こういった災害派遣活動や、昨年の一期一会栃木国体栃木大会におけるご支援、ご協力をいただいたこと、皆様方の日頃の献身的な諸活動に対し、県民を代表して心から御礼を申し上げます。本年は明治6年に栃木県と宇都宮県が合併しまして、現在の栃木県が誕生してから150年という節目の年であります。北宇都宮駐屯地の皆様とともに、この記念すべき年を迎えられますことは誠に光栄であり、引き続き北宇都宮駐屯地が県民に愛され親しまれる駐屯地として一層充実発展されますことを心からご期待申し上げますとともに、隊員の皆様方のご多幸を心から記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。おめでとうございます。続きまして衆議院議員船田はじめ様、お願いいたします。それ以上に自衛隊の皆様には地域の皆さんとの
会の皆さんの一層の活躍と訓練を心から期待をいたしたいと思います。北九州や駐屯地のますますの発展と我が国の防衛に多大の貢献をされますことを心から期待いたしまして、お祝いの言葉に参ります。誠におめでとうございました。ありがとうございました。続きまして参議院議員高橋克典様、お願いいたします。はい、おはようございます。戦わないためには戦える力を常に備えること、この考え方を前提として我々は安全保障の議論をしています。そして戦わないための戦える力を常に備えることは文官の責任である。戦わないための外交、これを支えるものでもあると考えています。知事からもお話がありましたように、日本全国の災害現場において、さらには南西諸島を中心とする国境離島の急病患者の搬送ということにおいての、この航空学校の卒業生が命を守ってくれています。栃木県民の誇りです。どうかご来場になった県民の皆さん、これからも自衛隊に対するご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。終わります。ありがとうございました。続きまして衆議院議員五十嵐清志様、お願いいたします。皆様こんにちは。北宇都宮駐屯地50周年誠におめでとうございます。先輩議員からいろいろお話が出ているところでありますが、防衛財源の法案が国会で今大詰めを迎えております。この先にも防衛産業の育成であったり装備品の移転、そして何より自衛隊員の確保、こういう問題を一つ一つしっかりと解決をしていくこと、ここにお約束をしたいと思っております。この栃木県においては自衛隊の皆様の活動をしっかり支えるために、航空宇宙産業を担う企業、この企業をしっかりと支援をする、そういう役割もあるのだと承知をしております。地元の国会議員として、県内のそのような企業をしっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。本日を契機に県民の国防意識がしっかりと向上することを心から記念をするとともに、駐屯地部隊の任務貫通、心からご記念を申し上げ、お祝いのご挨拶といたします。おめでとうございます。ありがとうございました。ここで、平素駐屯地に対しまして、ご協力をいただいております方々に、先ほど駐屯地司令から、感謝状を贈呈させていただきましたのでご紹介いたします。お名前を呼ばれた方はその場にご起立をお願いします。北宇都宮会会長鳥海清志様、栃木県安全保障研究会稲田みどり様、
初代若松原地区連合自治会長小池平一郎様、以上の皆様が感謝状を受賞されました。続きまして、本日ご臨席いただきましたご来賓の方々をご紹介いたします。なお、すでにご紹介がありました方は割愛させていただきます。大変恐縮ではありますが、お名前を呼ばれた方はその場にご起立をお願いいたします。衆議院議員茂木敏充様代理、犬塚正夫様。はい、おめでとうございます。衆議院議員佐藤勉様代理、武正和様。はい、おめでとうございます。参議院議員上野美智子様代理、内藤浩樹様。はい、おめでとうございます。衆議院議員柳和夫様代理、根本陽子様。おめでとうございます。衆議院議員藤岡隆夫様代理、土沢康俊様。はい、本日は誠におめでとうございます。
ございます。宇都宮市議会議員小林則夫様、陸上自衛隊
第12旅団長前島正樹陸将補、その他同趣旨の内容で祝電をいただいております。進行の都合上ご報告のみ順次不動にてご紹介いたします。衆議院議員船田はじめ様、衆議院議員茂木敏充様、衆議院議員佐藤勤様、参議院議員佐藤正久様、参議院議員上野美智子様、衆議院議員柳和夫様、衆議院議員福田昭夫様、衆議院議員藤岡和夫様、足利市長早川直秀様、日光市長小中昭一様、文科市長石坂真一様、八重田市長斉藤純一郎様、下野市長坂村哲也様、上野川町長星野光俊様、岐阜町長小菅和也様、栃木県議会議員渡辺幸子様、宇都宮市議会議員兼ねて自衛隊宇都宮南家族会会長長谷川武史様、独協田大学病院病院長麻生義政様、三菱電機株式会社執行役社長ウルマ圭様、日本電機株式会社代表取締役執行役員社長兼 CEO 森田孝之様、富士通株式会社ナショナルセキュリティ事業本部本部長宮崎健一郎様、陸上自衛隊航空学校長兼ねて明けの駐屯地司令さらたに三次陸将補、陸上自衛隊科学学校長兼ねて大宮駐屯地司令紅林俊博陸将補、東部方面航空隊長兼ねて立川駐屯地司令佐藤武史一等陸佐、関東補給所航空部長早田康隆一等陸佐、東部方面航空支援隊第102施設直接支援大隊長大島隆正担当陸佐。以上で祝電の紹介を終了いたします。